どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、セゾンアメックスプラチナビジネスクレジットカードについてね、解説、やっていきたいと思います。というのもですね、最近このセゾンアメックスプラチナビジネスがですね、ポイントサイトにね、結構高額なポイントで、ポイント案件復活しておりまして、まあ、この機会ね、セゾンアメックスプラチナビジネス、発行検討されている方ね、まあ、いらっしゃるかなと思いますんで、今回ね、解説、やっていきたいと思います。まずね、このセゾンアメックスプラチナビジネスカードなんですけども、まあ、こちらは名前に通りね、ビジネスカードっていう風になっておりますんで、セゾンアメックスプラチナとセゾンアメックスプラチナビジネスっていう感じで、まあ、2種類あって、今回のはセゾンアメックスプラチナビジネスの方のクレジットカードという風になります。ですので今から紹介する特典とかもね、あのセゾンアメックスプラチナビジネスとセゾンアメックスプラチナ、まあ、若干ね、あの特典違いますんで、その点もね、あの注意していただけたらなと思います。でまず、年会費なんですけども、年会費は税抜きで2万円っていう風になっておりまして、こちらね、2万円なんですけども、年間200万円を利用すると翌年の年会費がね、1万円に割引されるというサービスがありまして、このプラチナカードでね、こんなサービスがあるのは多分セゾンアメックスプラチナビジネスぐらいしかね、多分ないと思うんですけども、2年目以降はですね、200万円使うと1万円でね、あの維持できるクレジットカードっていう風になります。で基本還元率は 0.5%、 1000円決済で500円のクレジットカードという風になります。で貯まるポイントは永久不滅ポイントが貯まるということで、有効期限はねありませんよね。で、国際ブランドなんですけども、こちらねアメックスの国際ブランドっていう風になるんですけども、こちら発行元はクレディセゾンなんですよね。ですんでね、こちらアメックスっていう国際ブランドなんですけども、セゾンがね、あの発行しているクレジットカードという風になりますんで、まあ、アメックスだとですね、まあ、税金の支払いとかね、ポイント還元悪くなったりしますけども、こちらのねセゾンアメックスプラチナビジネスは、セゾンのカードっていう風になりますんで、こちらね満額でポイントもらえるんですよね。まあ、その点もね覚えておいていただけたらなと思います。で次にね、追加カードなんですけども、家族カードがね4枚まで発行可能という風になってまして、1枚ね3000円っていう風になります。 ETC カードがね利用できたりとか、電子マネーはね ID クイックペイとか、利用できるっていう風になっております。で、カードの特典としてですね、セゾンマイルクラブっていうのがね自動で入会できる、クレジットカードっていうなってまして、このセゾンマイルクラブっていうのは、まあ、JAL マイルがね溜まりやすくなるプログラムなんですけども、こちら本来ね年間4000円かかるねプログラムなんですけども、こちらのセゾンアメックスプラチナビジネスはこちらの特典がね付帯してるということで、こちら無料でね利用できます。でセゾンマイルクラブをね入会してると、JAL マイルの還元率は1.125%、 こちら自動的に貯まるクレジットカードという風になりますんで、後でねちょっと解説しますけども、 JAL マイルに関してはかなりね高い還元率を誇るクレジットカードという風になります。でこちらプラチナカードということですんで、国内のねクレジットカードラウンジが利用できたりとか、あとプライオリティパスっていうのがねこちら付帯してるんですよね。楽天プレミアムカードと同等のねプレステージ会員、まあ何回でもね入れることができるプライオリティパスのね資格も、無料でねついてくる特典があります。でさらにですね、ホテルステータス特典っていうのがあって、まあ、こちらねあんまり知られてなくて、私一回ねこちらの、単発でねこちら動画にしたんで、詳しくはそちら見ていただけたらなと思うんですけども、タブレットプラスっていう、ホテルステータス、ホテル特典みたいなのがあるんですよね。でその、タブレットプラスっていうのは何なのかっていうと、まあ、宿泊に際してねそのタブレットプラスで予約すると、まあ、そちらのタブレットプラスがやっている特典が受けれるっていうようになっていて、こちらね客室のアップグレードとか、朝食とかね、まあ、そういう本当にホテルステータスのようなね特典が受けれるっていうサービスになっておりますんで、まあ、ぜひねこちらも無料で利用することができますんで、もし発行された際はですね確実にあの申し込みしてくださいね。でこちらねプラチナカードということで、コンシェルジュサービスがね、付帯しております。まあプラチナカードだとですね、まあ、結構、特典としてねついているカード多いんですけども、こちらもねあのコンシェルジュサービスが、こちらねセゾンのコンシェルジュサービスという風になってますんで、こちらねアメックスの
コンシェルジュではありませんので、まあ、その点はね覚えておいてください。アメックスプラチナ、まあ、アメックスのコンシェルジュって結構すごいって有名なんですけども、こちらねセゾン の, コンシェルジュっていう風になりますんで、まあ、その点はね忘れないでください。私もね一回利用したんですけども、ニューヨークでね結構有名なところとかちょっとリクエストしてみたんですけども、残念ながらでできなかったりしたんで、まあアメックスプラチナがねすごいコンシェルジュだっていうのは結構有名なんですけども、それとは別だっていうことをね覚えておいてください。で、海外サポートデスクもねありまして、こちらはコンシェルジュサービスと似てるんですけども、まあ、海外でね、まあ、トラブルとかにあった時に、まあ、日本語対応してくれるデスクがね、アシスタントサービスみたいな感じで付帯しております。で、海外旅行保険がねこちらセゾンアメックスプラチナビジネスということで、海外旅行保険はね自動付帯で、ついてたりとか、ショッピング、保険もね、300万円まで、ついていたりとか、結構充実しております。で、その他のね特典、まあ、かなりね細かい特典が他にもありますんで、この他にね細かい特典ちょっと知りたいという方はねちょっと概要欄に、公式サイトね載せておきますんで、まあ、そちらもね、見ていただけたらなと思います。で次にね、先ほどちょっと話した JAL マイルに関してなんですけども、こちら、セゾン、マイルクラブに、入会すると、まあ、1000円につきね自動で 11.25 JAL マイルが貯まるねクレジットカードという風になってまして、このセゾンマイルクラブっていうのは、まあ、このカードの場合ね、まあ、無料で利用することができますんで、まあ、基本還元率としてね1000円につき 11.25 JAL マイルがね貯めれるクレジットカードという風になってまして、まあ、還元率としては 1.125% で、JAL マイルをね貯めることができるクレジットカードなんですよね。でここでですね、まあ、さらに還元率を上げることができまして、セゾンの、ね、クレジットカードはですねスマートフォンアプリにですねセゾンポータルっていうアプリがあるんですよね。でそこのセゾンクラッセっていうね、まあ、こちらなんていうんですかねランク制度みたいなもんですよね、まあ、そちらをですねスコア6まで上げると永久不滅ポイント、まあ、月の永久不滅ポイントが2倍になるんですよね。でこちらの2倍になるのをね考慮すると JAL マイルへの還元率っていうのは 1.375% までね還元率を上げることができるんですよね。これねかなりすごくてですね、マイルで貯めるね有名なスピージアメックスとかもね 1.25% ですので、 JAL マイルを貯めるクレジットカードとしては本当に最高峰の、クレジットカードっていう風になるんですよね。でこのセゾンクラッセのこのスコア自体の上げ方なんですけども、この基本的には公式サイトにね公開されてないんですよね。どうしたらスコアがすごい上がりますよみたいな話はね出てないんですよね。ですけどもこのスマートフォンアプリをよく開いて利用するっていうのと、このアプリ内にですねセゾンクラッセ内にアンケートがあるんですよね。こちらをすごい答えるとか、あとはねクレジットカードにメインで利用するとかね、そういう方法はね一番いいんじゃないかなと思います。まあ、私のねツイッターの友人の方とかはね常にねこの毎月一番上のスコアなんですけども、まあ、維持されていて、やはりねメインカードにされていてっていうのがねありますんで、もしねこの JAL マイルをガッチガチで貯めていきたい方はこのセゾンアメックスプラチナビジネス発行していただいて、まあ、利用していただく、まあ、さらにこのセゾンクラッセのスコアをね頑張って上げてね利用することをお勧めします。1.375% ですからね、かなりすごい還元率になりますよね。最後にですね、今こちらの、セゾンアメックスプラチナビジネスはですね、ポイントサイト EC ナビで25,000円分のね、ポイントで、案件が出ております。ですのでこちらね発行&利用なんですけども、まあ、利用案件の金額がですね結構高いんですよね。翌月末までに25万円決済っていう風にはなるんですけども、セゾンアメックスプラチナビジネス自体はねJAL マイルの高還元率のクレジットカードっていうこともあるんですけども、まあ、ホテルステータスのタブレットプラスがついてたり、プライオリティパスのねプレステージ会員がついてたりとか、まあ、200万円決済するとね翌年の年会費1万円に下がったりしますので、まあ、ガチガチでね JAL マイルを貯めて行きたい方はですねかなりおすすめのクレジットカードとなっておりますんで、まあ、この翌月末までのね利用っていうのは Amazon ギフト券とかねチャージ系でももちろん OK ですので、まあ、今すぐ使えないっていう方はなんかね二次利用みたいな感じで利用できるねペイサービスとかでねチャージでも OK ですので、まあ、そういうのでね、まあ、クリアされても、いいと思います。
いかがだったでしょうか。今回は、セゾンアメックスプラチナビジネスね、クレジットカード、紹介させていただきましたけども、まあ、年会費の、ね、割引も、200万円使うと1万円に割引になりますので、そうなるとね、プラチナカードのクレジットカードの中ではかなりね、お手頃の、クレジットカードっていう風になりますし、まあ、JAL マイルをねガンガン貯めれるクレジットカードでもありますんで、もしねJAL マイルガンガン貯めていきたいっていう方はですね、発行を検討してみてはいかがでしょうか。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。